タコライスの作り方を紹介します。4人分の材料です。最初に麦ご飯を炊きます。米を水で洗います。水気を切った米を炊飯器に移し、2合の目盛りまで水を入れます。大麦、水1/2カップを加え軽く混ぜます。30分以上置いてから炊飯器のスイッチを入れます。次はタコライスの具を作ります。ニンニクはみじん切りにします。セロリは粗みじん切りにします。玉ねぎは粗みじん切りにします。人参は粗みじん切りにします。ピーマンは粗みじん切りにします。大豆水煮は粗みじん切りにします。スライスチーズは16等分にします。キャベツは葉と芯に分けます。葉は半分に切り、重ねて短冊切りにします。芯は薄切りにします。キャベツを耐熱容器に移し、ふんわりラップをかけ、電子レンジで加熱します。フライパンに油、にんにく、セロリを入れ、弱火で炒めます。香りが立ったら火を強めて、豚ひき肉、酒を入れます。玉ねぎ、人参を入れて炒めます。野菜がなじんだら塩、胡椒、チリパウダー、カレー粉、トマト水煮、トマトケチャップ、砂糖、オイスターソースを加えてよく炒めます。スライスチーズを入れて溶かします。ピーマン、大豆水煮を入れて火を通します。麦ご飯をお皿に盛り付け、電子レンジで加熱したキャベツを上に乗せます。最後にタコライスの具を乗せて完成です。ひき肉となじむように大豆を刻んで食べやすくしました。具はパンに挟んでも良いでしょう。